ちは。こんにちは。さあ、豊さん、はい、巨人で今年活躍してる選手たちのなんかこう、うん、活気というか出てきましたね。まあ出てくるのな、はい、まあ出てくるっていう、まあ、チームがな、はい、5連敗とかいろいろあって、はい、なんか沈みがちなところを、うん、その選手が助けるという。そうなんです。例えばその、ね、今までいた丸選手だったり、はい、まあ、坂本選手、あと吉川選手もちょっとあのなかなかっていうところで、まあ、例えば去年 の現役ドラフトで来たオコエ選手。ああ、いい ね。あとは久々にスタメンで頑張ってるその梶谷選手なども、まあ、こういった選手が今頑張ってると、はい、もうお声なんか現役ドラフトの星だよ。いや本当そうですね。だからそれが意味のあるものに彼が吸うかもわかんないよね、うん、ですね。いやこれ何にも活躍しない、はい、ただトレードしてね、うん、なんか選手を出してやっただけじゃないかって言ったら、はい、こんなもうやることないんじゃないかって言うけど、あのお声の活躍見てると現役ドラフトの意味はあるよな、はい、ありますよね。もともとドラフト1位の選手だから素質はあるわけよ、うん、そうですよね、うん、だけどやっぱ環境に合わないとか水に合わないとか、うん、まあそういう環境を変えてあげることによって、はい、また変わるというね。そうですね。まあ、お声なんかもヒーローインタビューで知ってる、はい、人生かけてやってますからって、あの11日の、阪神戦のですよね。そう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 、はい、やっぱりね、うん、そのぐらい本気になったら、はい、本気になれる環境なんだろうな。いや楽天が悪いっていうんじゃなくて、はい、やっぱこう住む環境だとか、うん、まあ、お声に対しての扱いだとか、はい、まあ、原監督はもう最初から一軍帯同で、はい、もういやお前お声頑張れよとか言ったらもういじってたからねでお声もあったけど、キャンプの時に、はい、明るく豊さんって久しぶりですもう誰やと思ったらもうもういや痩せたしね、あの楽天時代お前誰あお声かとか言って、はい、お前頑張れお前死ぬ気でって言ったら、いや死ぬ気で頑張りますよとか、うん、でデーブ大久保、デーブがずっとねつきっきりお声にこうアドバイスして、はい、やっぱバッティングも変わったよね、うん、あの今一番で使われていてで例えば一番でシングルヒットを例えばセカンドまで行ったりとか、ちょっと相手のミスを見たりとか。いやいや、もう走塁は素晴らしいよ。早いですね。めちゃくちゃ早いから。だから一番にうってつけの選手ってことなんですか、いわゆる巨人で言うと。まあ、あんまり考えさせたらいいか行けみたいな。あ、そういうことなんですね。そう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 。で原監督もやっぱりそのオコエ選手はうちにはいないようなタイプの選手っていうふうに言ってたんです、話してたんですけども、これはどういうことなんですか。気持ちが前面に出るっていうことじゃないの。あの巨人の選手っていうのはこう内に秘める選手は多いけど、はい、うん、外にマッチみたいとか、うん、マッチみたいわーっとやるやつはいないでしょ、はい、まあ、そういうタイプだというふうに思うよ。パワー系、パワーも秘めてる、そして足も速い、速い速いですよね。いやだからやっぱり走塁なんか迫力あるぞお前。いやそうなんですよ、あの体でよく走れるなっていうぐらい脚力あるからね高校の時から足速かったんですね。めちゃくちゃ速かったもん、びっくりしたもん。いやバッティングとかそういうことよりもお声の足にびっくりしたんだ、はい、俺甲子園で。あ、そうだったんですか。あ、この足はすぐプロでも使えると思ったんだ。存分に今それが発揮できてる状態っていうことですよね。まあ、そういう環境、水を与えてあげたっていう、うん、ね、だからお声にとっては本当に現役ドラフトっていうのに感謝しないとな。そうですよね、うん、でそのまあね、5年自身5年ぶりとなるお立ち台もその阪神戦でできましたし、はい、まあ、その時なんですけれども、どうやらその坂本選手から助言を受けていたということも明かしたんですよ。で、4打数ノーヒットに終わった中日との開幕戦、はいはい、3月31日の、はい、その後その後に坂本選手から助言を受けたということなんですけれども、言われた言葉が、お前最後の打席ちょっと見に行くくらいで行ったろと言われたと。でそれが結構図星だったと。で、はい、フォアボールがちょっと欲しかったんですよというふうに答えたら、やっぱり打ちに行かなあかんねというふうに坂本選手に言われて、うん、そこでマインドが変わったと。打たないと始まらないって、まあ、積極的にね、はい、行かないとね、うん、まあ、お声なんかだいたい積極的に行くタイプだからさ、うん、でもまあやっぱ何かに貢献したいと思って、はい、やっぱものを考えたんだろうね、うん、だからそれがやっぱ坂本には見透かされて、はい、やっぱお前の性格はもうとにかくうちに強気に強気にっていう、ね、強気にいかないかんで言って、で坂本がずっとノーヒットだから、うん、そうだったんですよですが、阪神戦でも出ましたしね。そうだな、はい、ホームランの次の打席にレフト線に詰まった当たりを打つんだけど、はい、あれを見て、はい、あ、これは調子が上がってくるっていうふうに思ったよね。え、
それは何でですか。あのね、バッティングのね、調子のいい悪いの見方って、はい、完璧に自分のホームで打ったらホームランかヒットになるんだよ、大体の選手が。で、完璧にホームラン打ったんだよね、うん、あの試合で。2打席目どうするかなと思ったら詰まってレフト線にヒット打ったんだけど、はい、やっぱり崩されたりだとか詰まった時にどう対処するかによってそれがヒットになるか凡打になるのか、これ大きな差なんだよ、うん、やっぱりその形じゃない、そういうホームで打った時にヒットになりだすっていうのは調子が上がる証拠なんだよ。おお、それはね、完璧に打ったら、いつも完璧に打てるわけじゃないから、はい、崩された時にどういう打球でどういうヒットになったかで判断が効くんだよね、はい、だから坂本は あのヒットを見て、うん、上がってくるなっていうふうに思ったよね。豊さん、以前の坂本選手を救いたいっていう動画で、自分がどういうバッターとして求められてるのかっていうので悩んでいて、なかなか多分成績ができてない、出てないとおっしゃってたんですけど、どうですか、ここ最近のバッティングを見て何か吹っ切れるものがあったのかなとか。やっぱり1本出て気持ちよくあったよね。あ、ホームランでっていう、うん、で飛ばない飛ばないって言われて、はい、まあ、ホームランからのスタート、はい、だからこれはいいきっかけになったと思うし、うん、まあ、昨日っていうか阪神戦ね、転職打ったけども、はい、あれがまあなんで入らなかったんだっていうよりも、うん、またヒット打ったぜみたいな、はい、もうね、雑音はね、彼は消した方がいい。坂本勇人が作り上げてきた野球があるわけだし、はい、スタイルがあるわけだから、うん、それは貫き通すだけだよ、うん、今から変わろうなんてしたら大間違いになるから、はい、だから坂本、お前勇人、それだけで価値がある選手だから、うん、だからもう余計な雑音は入れない。もうとにかく打って塁に出てやるっていう、これだけでいいよ。あ、それがたまたまホームランになっちゃったみたいな、あ、それでいいと思う。シンプルにもう、もうシンプルに野球を楽しめ、もう、うん、そうですね。いや、本当に何にも背負うことはない。だからそしたら結果は出てくるよ。そうですよね、うん、だから良かったと思ってね、うん、まあ、こっから調子は上がってくると思うよ。おお、楽しみですね。やっぱり2年ミスタージャイアンツのショートもちろんもちろん、だって坂本みたいにショートをずっと守り続けて2000本打ったり、うん、はい、でそういった選手はなかなかいないわけだからね。で、彼が一番ショートでスタメンで、うん、今まで歴史を作ってきた先輩たちをもう超えてるわけだから、はい、いろんな人はもうプレーしないから偉そうに言うよ、うん、俺なんかも。でも坂本が築き上げてきて、あのショートでずっと出続けてるっていうのは、うん、もう神様みたいなもんだから、うん、本当にそうですね、うん、だからもう雑音は捨てなさい、うんね、あと豊さんの、まあ、後輩でもある梶谷選手も、はいはい、いや頑張ってますね梶谷な、はい、いや俺梶谷は勝負強いし、うん、やっぱ不調の丸に変わった方がいいなと思ってたのね、うん、まあ、丸も実力はあるけども、はい、梶谷の、まあ、状態とかいろいろ考えるとやっぱ梶谷の方がいいなと思ってて、はい、まあ、それで彼の良さってやっぱ勝負強いんだよ、はい、ああ見えて、うん、あんなカッチカチのこんなって構えてるもうカッチカチやないかとか思うんだけど、はい、意外と勝負強いから、はい、梶谷を使えばいいのになと思ってて、うん、それで足やっぱ盗塁っていうのも絡めていかないとやっぱ接戦を制することはできないよね、はい、だから今ヤクルトが盗塁トップ、はい、2位が阪神、はい、やっぱね走れてるチームが割とやっぱそこが点になってると勝ちを拾ってるんだよね、はい、だから巨人も言えば足が遅い、うん、だけど、まあ、例えばオコエがいて、はい、梶谷がいてブリンソンがいたら、うん、やっぱここら辺は足使えるからさ、はい、だから梶谷を使えばいいのになと思ったら使い出した、そうです、ただ打ち出した、はい、ただ心配なのはやっぱこう1年間持つかなっていうね、そ、まあ、そういう心配あるよね。1年間まだフルで巨人に来てから何年か出てないし、まあ、手術もあったし、うん、まあ、それで、ね、やっと復帰ができて、これはやっぱこう騙し騙し、はい、まあ、今年やっていくしかないかなっていうふうには思ってるんだけど、うん、まあ、状態が良ければね、はい、まあ、梶谷を使うと、うん、やっぱこう貢献してくれると思うよ。そうですよね、うん、そして我らが小林選手、小林はね、はい、もう気持ち的には大城のサポート役っていうか、うん、まあ、そういうのでいいと思うんだよ、もう、うん、やっぱ大城もやっぱこう立派なキャッチャーになったし育ったしね、はい、そしたら何が必要かというと、うん、マッチに野球を習いなさいと。やっぱベンチにいることが多いでしょ、はい、マッチってやっぱね一番元気出してるよ、声出して、はい、で一番のベテランだよ、うん、でベテランだからって声出さない理由がわからないって、
いうぐらいマッチはやっぱ声に対して、ね、声援に対して鼓舞することに対してやっぱもう献身的にやるんだよ、はい、やっぱチームを明るくね。だってマッチがいなかったらどんよりしてるよ多分。そうですよ、あの巨人のベンチってね、うんうん、だからマッチがやっぱこう明るさと活気を、うん、あの作ってるけど、うん、やっぱ小林もねああいう風になんなきゃダメ。やっぱもうベテランの域に入ってきてるし、はい、そしたらもうマッチと一緒にね、うん、明るくもうチームを鼓舞する、うん、ほんでマスクかぶった時はしっかりやるみたいな。そうですね、8回9回そういう存在価値をやっぱこう出していかなきゃね。そうですね、じーっと座ってさ、うん、後ろが打席に終わったから受けに行きますみたいな、うん、それじゃ困るから、うん、やっぱなんかこう指示を出すとかね、はい、後ろにアドバイスするとか、うん、そういうことがあってもいいかなと思うんで。そうですよね、うん、やっぱそこでいなきゃいけない存在っていうのを出していかないとっていうことですよね。だからマッチを外せないだろ今。いやベンチから外せないですよ、まあ、例えば、うん、まあ、今外す理由もないんだけど、はい、もうずっとノーヒットが続いたと、うん、マッチのね、うん、あ、まあ、若手にチャンスを与えようかって考える時もあるだろうけども、うん、でもマッチが盛り上げてくれてるしなみたいな、うん、そういうことって俺は大事なことだと思うんだよ、団体競技だから、はい、だから小林誠司もやっぱそういうふうなことを学んでほしいなと思う。そうですね、マッチの背中からっていうことですよね。 その涙は今ちょっとむせ込んじゃった涙。そうそう、俺は泣いてないよな。お前何も泣くなって、お前ちょっとね喉の状態が悪いんだよ。あの黄砂と花粉がすごいから。そうなんですよ。いやだから小林選手一軍上がってきたって涙。いやいや違う違う、まだ泣かねえぞ。まだ泣かない。小林が引退するときは泣くかもわからないな。そうですよね。いやでもただ本当にあの今年から加入した選手であったりとか、今年からようやくまた復活して活躍っていう選手たちが今盛り上げて引っ張っていってる状態なので、はい、まあね、いやこれに乗っかってもちろんね今ずっといる選手たちもまた状態上げて、はい、まあ、巨人 A クラスっていうところを見たいですね。やっぱ頑張らないとね、うん、やっぱ巨人がこう沈むとさ、うん、活気がなくなるというかさ、はい、まあ、昔から言われるように巨人阪神、まあ、元気だとって言うけど、はい、まあ、時代は変わってきてるけどな、うん、時代は変わってきてるけど、うん、やっぱりまだまだおじさんたち多いし、あ、そうです、今日ここそういう世代がね。そうです、今日もここ来るまでにおじいちゃんが自転車でジャイアンツのキャップかぶって一生懸命こいでたの見て、そうだよねっていう感じましたしね。ファンも年取ってきたな。そうですね。そうですね、はい。